はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーを始めていきたいと思います。今回は10位佐世保ドッグス戦ですね。はい、どういう力能力かというと、それほど強くないですね。しっかり勝っていきたいと思います。スタメンどうしようかな。くるみを落としてユーナを入れましょう。ただかなりリオ、サチコ代わりヒラリーかな。この辺かな。この辺ぐらいで終わらせよう。スリートップですね。守備をうまく乱したいところです。勝率はやっぱりこちらが圧倒的ですね。 56%。 さあキックオフ。ノーホイッスルですね。あえて飛び込んでいくが、おっと危ない。美穂がなんとかクリア上げます。さあゴール前、こちらの選手、相手選手の、おっと抜かれてしまった。ちょっと良くない流れですね。キーパーキャッチ。キーパーは今日、本日ははるかです。おっと、窓か。高さがある。これはちょっと届きにくい。入った。先取点。もっと攻めよう。まあ、当然だろう。ヒアリーが上げて、エリカがヘディングで決めましたね。いいか、結果を出した選手点でした。おっと、これ裏をかかれた、完全に。危ない。しぶといですね、佐世保ドッグスの選手は。諦めません。おっと、うまくクリアしたが、ちょっと角度が悪い。決まりませんでした。守備陣も硬いですからね。なかなか油断ならないチームです。美穂がここはクリア。さあナーコ、うまく制止することができます。さあここは入った。2点目、押し込みました、緑。次第、これ、オンゴール？オンゴールですね。さあ、まどかに渡ります。さあ、ここで前半終了です。ちょっと疲れを見て変えていきたいと思います。まどかとからさつきにひとまず変えましょう。
半です。さあ相手も攻撃的布陣に変えていきました。落ち着いてボールを回したいところです。さあおっとこれは抜けたぞ。エリカ3点目。エリカがいい活躍をします。パス回しもすごい良かったですね。リオがあってエリカで決めました。さあこれで3対0、大きくリードです。さらにエリカも2点目入りましたからね。危ない。さあここは無理をしません。交代かな。先頭勢より守備勢を変えたいですね。さあここ出すヘッドトリックはならない。緑が自分で決めてしまっても良かったかもしれないですね。とみゆきがここはクリア出しますね。まだ一人変えましょう。節子にチェンジ交代。これで交代枠を使い切ろうとしています。さあ残り30分、相手も超攻撃的布陣を取ります。ソマリア落ち着いてるのが気になります。これコーナーキックですか。ちょっと嫌ですね流れが。エリカがここはクリアです。大きく、おっとこれは出ない。そう緑がキープして、ちょっとこれは中途半端な攻めになりました。緑さつき、さあここはミオとエリカ、ハットトリック。ミオもよくプッシュ痛いましたね。さあエリカ食いついていく。オンゴールを1点を除いて残りの3点は全部エリカが決めております。さあエリカちょっと足が落ちてきてるが、緑反対側、ミオ諦めない。ミオセンタリング、藤岡が取りまして、ここで試合終了です。さあ前半24分でこちらが先取点です。エリカいいか、飛び込んでヘディング、うまく頭を出しましたね。これは危なかった。押し込もうとしました。それは決まりません。エリカにパスを渡したんですが、ちょっと角度が、もうちょっとエッジで、競っても、突っ込んでもよかった。さあ、これが、プレッシャーを緑が与えます。その、プレッシャーからか、白井が、ゴール、自らゴールに、ゴールにシュート。エリカ、後半始まって早々でしたよね。リオが、リオのパスを見ようと、このパス回しは素晴らしいものを感じます。その後、超攻撃的布陣に佐世保ドックスなっていきます。これも、さあ、これが、三岡のクロス。
うまく渡してエリカ、しっかり決めていきました。ミオのこのプレッシャー与えながらを耐えたシーンは見事でしたね。4-0、大勝です。一応ボール支配率は相手の方が強いんですよね。シュートも枠内も相手の方が強いけど、こちらが4点を挙げまして完勝と言っていいでしょう。まだ2位のまま、勝ち点差も3点ですが、3位の筑波大学とは6点と差が広がりました。17試合あと5試合ですね。この調子で2位をキープしたいところ。次の高知シマントス、そんなに弱いチームとは言えないので油断は禁物ですね。しっかり勝って、今よりいいメンバーを出していかないといけないのかもしれません、はい、というわけで、今回佐世保ドックス戦、しっかりと、4-0で勝利しまして、エリカがハットトリックを決めました。いや、非常に素晴らしい爽快感のある試合になりまをお届けできたと思います。もしこの動画お気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。